松市ニュースの時間になりました。はじめに本日のニュース項目です。田野小学校恒例の餅つき会を12月7日行い、児童たちが親子で餅つきを楽しみました。田野小学校の5年生は総合的な学習の時間の一環として、田植えや稲刈りをする中で米作りの大変さや地域の人との関わり方について学ぶ体験学習を行っています。この日は児童が9月に稲刈りしたもち米を使って餅つき会が開かれ、田野小学校の全校児童とその保護者、田野棚田協会のメンバーなどおよそ100人が参加しました。エプロンと三角巾をつけた児童たちは、昔ながらのキネとウスを使った餅つきに挑戦し、声を掛け合いながら友達や親子と2人1組になり、力いっぱいキネを振り下ろして餅つきを楽しんでいました。餅がつき上がると今度は丸める作業に取り掛かり、児童たちは餅が美味しくなるように願いを込めて素早く餅を丸めていきました。試食では友達と会話を楽しみながら、つきたての餅を美味しそうに食べていました。とても楽しかったです。でも高速でついたり先生たちともつけて楽しかったです。いい体験ができたので、地域の方にありがとうと言いたいと思いました。現役のプロ野球選手などから直接指導を受ける少年野球教室が12月8日大津中学校のグラウンドで行われ、憧れのプロ野球選手から技術を学びました。この少年野球教室は青少年の健全な育成と地域貢献を目的に、松栄建設株式会社と株式会社エコラインが毎年この時期に行っているものです。この日は福岡ソフトバンクホークスの現役の選手やコーチ5人が招かれ、唐津市と玄海町の少年野球チーム、大津中学校野球部の合わせて12チームからおよそ180人が参加しました。教室ではポジション別に分けて野球の基礎的な知識や動作のコツなどが指導されました。ピッチングでは利き手と反対の手の上げる高さを一定にすることでフォームが安定しコントロールが良くなることや、バッティングではボールを捉える位置など憧れのプロ野球選手からアドバイスを受け、参加した子どもたちは少しでも技術を身につけようと真剣に取り組んでいました。ソフトバンクホークスの選手たちにいろいろなことを教えてもらってよかったです。高橋純平選手にピッチャーのフォームとかを教えてもらったので嬉しかったです。僕はなかなか打てないけどバッティングのコツや守備のコツを教えてもらって嬉しかったです。将来はプロ野球選手になれるように頑張りたいです。ニュースをお伝えしました。続いて唐津市からのお知らせです。子育て支援課からのお知らせです。皆さんは189という相談ダイヤルをご存知でしょうか。これは24時間地域の児童相談所につながる全国共通の番号です。身近でもしかして児童虐待ではと思ったらすぐにお電話をお願いします。児童虐待にはいくつかの種類があります。殴る、蹴る、叩くなどの身体的虐待、子どもへの性的虐待、乳幼児を家に放置する、食事を与えないなどのネグレクト、言葉で脅す、無視する、
兄弟間で差別的な扱いをするなどの心理的虐待です。児童虐待は社会全体で解決すべき大きな問題です。子どもたちの SOS を見落とさないでください。いつも子どもの泣き声や保護者の怒鳴り声がする、不自然な傷や打撲の跡がある、衣服や体が汚れている、落ち着きがなく乱暴、表情が乏しく活気がない、夜遅くまで一人で家の外にいる。また保護者の行動にも児童虐待のサインが隠れています。地域などと交流が少なく孤立している、小さい子供を家に置いたまま外出している、子育てに関して拒否的、無関心であり、強い不安や悩みを抱えている、子どもの怪我について不自然な説明をする。皆さんの電話で救われる子ども、助かる命があるかもしれません。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話ください。児童虐待に関する情報提供を受け付ける番号は局番なしの189、局番なしの189、いち早くと覚えてください。携帯電話からの利用も可能です。24時間お住まいの地域の児童相談所につながります。ご連絡は匿名で行うことも可能です。連絡者や連絡内容に関する秘密は固く守られます。このほか市役所、子育て支援課、家庭児童相談室、電話 53-7181、 佐賀県北部児童相談所、電話 73-1141 でも受け付けています。また相談専用ダイヤル 0570-783-189、 悩みいち早くが開設されました。12月3日から児童虐待に関する情報提供を受け付ける189が無料になりました。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話ください。以上、子育て支援課からのお知らせでした。楽しい実験や体験を通して科学の不思議に触れる第9回みんなの科学広場 in 唐津が12月8日新港町のふるさと会館アルピノで開かれました。みんなの科学広場は小学生を中心に多くの人に科学の楽しさや面白さ、発見の喜びや感動を体験してもらおうと学校関係者などで作る実行委員会が毎年開いているものです。会場には市内の中学校、高校をはじめ大学や企業など17団体から20のブースが設けられました。会場を訪れた子どもたちはドライアイスと水が入ったコップの縁に中性洗剤をつけてシャボン玉作りを楽しんだり、車型ロボットにコース上を走るプログラミングを行ったりしながら科学の不思議や面白さに触れていました。いろいろプログラミングとかをしたりするのがとても楽しかったです。スライムを作った時に今まで液体だったのに急に透明な液を入れたら固まったのが驚いてびっくりしました。この日は子どもから大人まで多くの人が会場を訪れ、新たな発見や感動を体験しながら楽しい休日を過ごしていました。市内の中学校美術部生徒の作品を展示するキントギャラリー
中学校美術部作品展を12月8日から新港町の近代図書館で開いています。このキントギャラリーは市内の児童生徒の作品を展示することで幅広い年代の人に図書館に親しみ足を運んでもらおうと平成25年から開催しているものです。会場には市内7校の中学校美術部から風景画やデザイン画、工芸作品などの力作およそ120点を展示していて、訪れた人は中学生ならではの発想と感性で描かれた作品に見入っていました。キントギャラリー中学校美術部作品展は12月25日水曜日まで新港町の近代図書館4階ロビーで開いています。時間は午前10時から午後7時までで、土曜日曜は午後6時まで、観覧は無料です。12月23日月曜日は休館です。中学や高校、大学を受験する受験生を応援しようと専用の学習室を提供する受験応援企画を12月14日から新港町の近代図書館で始めました。この受験応援企画は既存の学習室に加え、週末に使用予定のない会議室を受験専用学習室として開放し、受験生を応援しようと近代図書館が企画したものです。専用の学習室として開放されるのは3階にある会議室と4階にある会議室で、利用手続きは3階の事務室で受け付けています。利用期間は来年の3月8日日曜日までの土曜日と日曜日で、利用時間は午前10時から午後6時までとなっています。近代図書館では受験生応援企画として土曜日、日曜日を専用学習室として開放いたします。受験生の皆さんのご利用をお待ちしています。高島小学校で地域の産業や魅力を学ぶ体験学習を12月17日行い、児童が地域の人と化粧品作りに挑戦しました。高島小学校では地域の活性化に力を入れている人から学ぶことで、高島の産業や魅力を知る体験学習に取り組んでいます。この日は市内で自然原料を使用したオーガニック化粧品の製造販売を行っている会社から講師を招き、全校児童8人が地域の人と一緒に家族で使える化粧品作りに挑戦しました。児童たちは高島で日本ミツバチを養蜂している生産者から原料となる蜜蝋を分けてもらい、ビーカーに取り分け、お湯で溶かしたり、指定された量の椿油を慎重に加えたりしながら、オリジナルの化粧品を完成させました。楽しかったです。おばあちゃんにあげるです。自分で化粧品を作ったところが楽しかったです。とても思い出に残って楽しかったです。またやってみたいと思いました。日本三大松原の一つで特別名勝にも指定されている虹の松原の再生保全活動キープパインプロジェクト虹の松原クリーン大作戦が12月15日浜崎森林浴の森公園周辺で行われました。清掃活動には市内の中学生や高校生、家族連れ、企業などからおよそ350人が参加しました。はじめに主催者の NPO 法人唐津環境防災推進機構カンネのスタッフが白砂青松の松原を取り戻すために必要な松葉かきや草取りの重要性について説明しました。
キープパインプロジェクト虹の松原クリーン大作戦は、虹の松原の自然や環境を守ろうと、唐津環境防災推進機構カンネが定期的に市民に呼びかけて実施している清掃活動です。参加者は懸命に松葉をかき集めたり、草を抜いたりしておよそ1時間半、心地よい汗を流しました。この日の清掃活動では、軽トラック8台分の松葉や枯れ枝が集められました。次回の清掃活動は3月に予定されていて、唐津環境防災推進機構カンネでは、多くの参加を呼びかけています。ニュースをお伝えしました。毎週水曜日は市内の風景などをご覧いただいています。今回は JR 唐津駅北口のイルミネーションをご覧ください。唐津市の姉妹都市、韓国ソギポ市から唐津市に派遣されていた職員がおよそ10ヶ月間の研修を終え、12月18日、峰達郎唐津市長に帰国の挨拶を行いました。帰国の挨拶を行ったのは、ソギポ市職員のチョ・ミギョンさんです。チョさんはおよそ10ヶ月間の研修を振り返り、最初の頃はいろんな不安がありましたが、職員の方たちが温かくサポートしてくださったおかげで、高齢者福祉などについて学ぶことができましたと、感謝の気持ちを峰達郎唐津市長に伝えました。峰市長は、およそ10ヶ月間の研修を通して日本語が上達し、唐津市のことも知っていただけたと思います。これからも友好関係を続ける架け橋になってくださいと、チョさんの今後の活躍に期待を寄せました。唐津市とソギポ市は平成7年度から互いに職員を派遣していて、これまで唐津市からは18人、ソギポ市からはチョさんを含め20人が派遣されています。私は、唐津で、高齢者のためのストレッチ教室とか対処みたいな教室を並びました。また、脳のための教室を並びました。だから高齢者のストレッチとか脳のための教室を参考したいです。ニュースをお伝えしました。続いて唐津市消費生活センターからのお知らせです。
高齢者を狙った悪質商法や架空請求についてのトラブルが増加傾向にあります。特に年金支給日前後は狙われますので注意が必要です。日頃から見守りと気づきで高齢者の被害を防ぎましょう。不審な契約書や請求書、宅配業者の不在通知などがありませんか？不審な健康食品や新品の布団など同じような商品が大量にありませんか？複数社から配達された新聞や景品類はありませんか？排水口の点検などと称した不審な業者が出入りしていませんか？屋根や外壁、電話機周辺に不審な工事の跡はありませんか？周りの高齢者が電話口で困っている様子はありませんか？預金通帳などに不審な出金の記録はありませんか？他にも不審なことや困ったことがあったら、消費生活センターや警察に相談してください。平日は唐津市役所本庁1階の唐津市消費生活センターで相談に応じています。電話番号は 73-0999。 相談受付時間は午前8時30分から午後5時15分までです。土曜、日曜、祝日に相談したいときは、消費者ホットライン、局番なしの188、いやや、または佐賀県消費生活センター、電話0952-24-0999までご相談ください。相談時間は午前9時から午後5時までです。警察への相談は唐津警察署、電話 72-2101、 佐賀県警察本部警察相談室の電話番号はシャープ9110、または0952-26-9110です。今年11月に開催された全日本空手道選手権などで入賞した白蓮会館佐賀唐津支部の支部長やその門下生が12月19日市役所を訪れ、峰達郎唐津市長に大会の結果を報告しました。この日報告には白蓮会館佐賀唐津支部の内藤高次支部長をはじめ、門下生4人が市役所を訪れました。内藤支部長は峰達郎唐津市長に、11月に大阪府で開催された全日本空手道選手権大会重量級の部で見事優勝し、これまで2連覇している WKO 世界大会への出場権を手にしたことや、門下生の4人が来年1月に大阪府で開催されるジャパンアスリートカップの出場を決めたことなどを報告しました。峰市長は、世界大会への出場おめでとうございます。素晴らしい結果を待っていますとエールを送りました。まあ、本当この唐津からですね、一人でもね、多くのでかい大会での入賞者が出てほしいと思ってますんで、まあ、自分も頑張りますんで、自分以上に頑張って、でっかいトロフィー持って帰ってきてもらいたいなと思ってます。冬の唐津の夜を彩る高さおよそ50メートルの巨大ツリーが12月18日、加賀美の松浦川運動広場に点灯しました。このイルミネーションは唐津の夜を大きなツリーで明るく彩り、多くの人の憩いの場を作ろうと河川清掃などのボランティアに取り組んでいる川の会唐津支部が、唐津市頑張る地域応援事業補助金を活用して5年前から点灯しているものです。今年は12月25日水曜日までの間、毎日午後6時から午後11時まで行われる予定で、強風や悪天候の場合は安全性を考慮し中止になることがあります。なお
12月24日火曜日には点灯時間の午後6時から先着500人の小学生以下の子どもにお菓子のプレゼントが贈られる予定です。続いて来週放送する番組のご案内です。23日から29日までの特集番組は第29回唐津地区吹奏楽祭を放送します。唐津市と玄海町の中学校10校の吹奏楽部が日頃の練習の成果を披露します。放送開始時間は午後1時30分午後8時30分です。23日から29日までの特集番組の再放送は唐津城跡市史跡指定記念講演会、唐津城と唐津城跡、未来に伝える唐津城跡の魅力後半を放送します。石垣技術研究機構代表高瀬哲郎さんの基調講演と唐津市教育委員会の調査報告をお届けします。放送開始時間は午後4時30分深夜1時30分です。23日から29日までのおすすめ番組は2016年8月に放送した名古屋歴史講座肥前名古屋城の真田氏陣跡を放送します。放送開始時間は午前9時30分です。23日から29日までの各課からのお知らせはニコニコネットを放送します。今回もカラワンくんと一緒に子育て情報満載でお届けします。放送開始時間は午前6時30分午前8時30分午前11時30分午後3時30分午後6時30分午後11時30分です。チャンネル唐津ではできるだけ多くの人に見ていただけるよう各番組を再放送しています。放送時間は地方唐津や市のホームページでも確認できます。ぜひご覧ください。またインターネット動画共有サービス YouTube で1週間分の唐津市ニュースをまとめて翌週に配信しています。チャンネル唐津の放送を見逃した人はぜひご覧ください。視聴するときは唐津市公式チャンネルで検索してください。お問い合わせは市政広報課までお願いします。唐津市ニュースをお伝えしました。それではこれで失礼します。